山本周五郎作秋の籠第一章。魚金の店は北八丁堀の貸しにあった。二丁目と向き合った角で東と南の両方から出入りができた。魚金は一膳飯と居酒屋を兼ねた縄のれんであるが、造作もちょっと気取っているし、いつも掃除が行き届いていて、さっぱりとした洒落た感じの店であった。板場の方は主人の金助が受け持ち、店は娘のお梅が二人の子女を使ってやっていた。金助は45であった。彼は元深川で魚屋をしていたが、お梅が八つになった時女房に死なれ、間もなくこっちへ移ってきてこの商売を始めた。がっちりと骨太に肥えた赤ら顔の不愛想な、そしてひどく口の重い男であるが、気の良い情にもろい性分であった。俺は儲けるのは二の次だと金助は言っていた。飯屋などへ来る客は独身の者が多い。だから家庭的なものに飢えている。前に越したことはないが、親身な家庭的なものが食べたいだろうし、家庭的な気分が欲しいものだ。この魚金はそういう店にするんだ。誰でも考えることかもしれないが、金助はそれを実行し、その気構えをいつまでも忘れなかった。娘も父親によく似た性分であるが、八つの年から片親で、おまけにこういう商売柄、女の子だけに早くから混ぜていた。顔立ちも体つきもキリッとしていた。背丈は五尺そこそこで、まず小さい方であるが、胸や腰のあたりにまだ硬そうでいながら、18という年の柔軟さとにおやかな色気があふれていた。色の白いきめの細かな肌で、面長の顔に目が大きく、眉毛がやや尻下がりであった。左の唇の下にほくろがあった。客に向かってそれを教えながら、これ食いたしんぼのほくろよ。私を嫁にする人は私に食わせることで追われるんですって、気の毒みたいだわというのが口癖であった。店の土間には5人ずつ並べる飯台が4つ、座って飲むための4畳半の小座敷が1つあった。2方の壁には品書きなどはなく、片方に桜井周山の山水、片方に諸信の肉筆の風俗画が描けてある。周山はその頃流行の画家であり、諸信の肉筆は翌後の美人で、無論どちらもさして高価な品ではないが、そんな店には似合わない飾り付けであった。二人の子女、お染とお与野は同い年の15であった。お染の方が器量が良かった。お与野は本当の名は千代野というのであるが、それを嫌って自分から与野と呼ぶことに決めた。つまりその方が上品に聞こえるというわけで、当人自身も客たちはダボハゼと言っていたが、常にできるだけ上品に振る舞おうと努めていた。魚金は朝5時から夜10時まで店を開けていた。もっとも客の立て込むのは食事時と酔いから後のことで、その他は暇だから、子女たちは随時に体を休めることができた。お梅もちゃんと身じまいをするのは夕方からで、それまでは髪もなでつけたままだし、わざと作らない身なりで客の給仕をした。それは食事だけの客には飾らないのが本当だと金助が主張するからであった。210日も過ぎて、にわかに秋めいてきたある朝、人当たり客が来て去った後のことだが、顔色の冴えない若者が一人ぬっと入ってきた。彼は島の一重に三尺を締め、懐でぼしていた。あら、いらっしゃい中さん、お一人。お梅がにっと笑いかけた。バカに早いじゃないの、六さんはどうなすって。一本つけてくれ。
若者は言った。娘の方は見もしなかった。懐でのまま半台へ肘をついてむっと膨れた顔をしていた。お梅は不審そうな目をした。調べるような目で横から若者の表情を伺って、そして言った。また喧嘩をしたのね。朝っぱらから酒だなんて決まってるわ。酒をつけてくれってんだ。若者はそっぽを見たまま言った。娘は何か言い返そうとしたけれども、右手で誰かを呼ぶような身振りをし、しょうがないとでも言うようにのれん口から板場へ入っていった。二人の子女は奥で朝食を食べていた。店には他に客はなく、吹き込んだ半台に外からの光が映って冷たそうに光っていた。若者は顔をゆがめて舌打ちをした。それから口の中で低くつぶやいた。チッ、尺に触る過剰な野郎だ。娘が膳を運んできた。お魚はないんだけれど何かこしらえましょうか。若者は黙っていた。かきたまお好きだったわね。かきたまにのりかかでも作りましょうか。いらねえよそんなもの。若者は膳の上からとっくりを取った。怒鳴ることはないでしょ。お梅は悲しそうな目つきをした。自分たち同士で喧嘩をして私にとばっちりをくれることはないわ。私何にも知りゃしないじゃないの。怒鳴ったわけじゃねえ。若者は手酌で四五杯続けさまに煽った。ほっといてくれってんだよ。あんたたちどうしてそう喧嘩をするんでしょう。いっそ別々になっちまえばいいんだ。娘は板場へ入っていった。金助は今しがた買い出しに出かけた後だった。お梅は鰹節をかき、海苔を炙ってもみ、その二つを混ぜて醤油をかけた。いわゆる海苔かかであろう。それから小鍋でだし汁を沸かしながらネギを刻み、卵の白身を椀に溶いてかき玉を作った。以上のことを手まめにやりながら、お梅は若者に向かって言い続けた。四年も五年も一緒に稼ぐし、寝起きから何から一緒にしていて、普段は実の兄弟より仲がいいくせに、いつもつまらないことですぐ喧嘩をするのね。あんたもあんただけれど。お梅は店の方へ来ながら言った。だいたい六さんが悪いわ。あんたの性分が分かっているのにちっとも斟酌しないんだもの。あの人にはゆするってことができないんだから。うるせえ、余計なことを言うな。若者がお梅をにらみつけた。六助は俺の友達だ。俺の友達のことを悪く言うつもりか。何も私悪くなんか、私ただ六助はいい人間なんだ。若者は腕を取りながら言った。おめえなんぞ知ったこっちゃねえや。お梅の目に涙が溢れてきた。お梅は黙って板場の方へ去った。それは愛する者にすげなくされた娘の悲しくやるせなげな姿に似ていた。そういう情愛がかなりあらわに感じられた。若者は酒を二本飲み、飯を食べて帰った。お梅はしまいまで給仕をしたが、一言も口をきかなかった。そして若者が立ち去ると、後からそっと往来へ出て後ろ姿を見送った。若者は気の抜けたような歩きぶりで壇上橋の手前を右へ越中堀に沿って曲がっていった。お梅が店の中へ戻ると、待っていたようにまた一人の若者が入ってきた。武将髭の伸びたたくましい顔で、体もたくましく肥えていた。彼は島の一重に平抜けを締め、裾の片方をはしょり、肩に手ぬぐいを引っ掛けていた。おはよう。彼はお梅に言った。すまねえが酒をつけてくれねえか。いらっしゃい。今中さんが帰ったとこよ。お梅は元気そうに微笑した。また二人で喧嘩したんでしょう。中さんったらいきなり人を怒鳴りつけたりして、私がさも悪いみたいにケツクを壊すんだもの。あの人すっかりいけなくなったわ。まるっきりせんのようじゃなくなったわ。もう少しで私。すまないがやめてくれないか。彼は穏やかに遮った。中地は俺の友達だからな。俺の前で友達のことを悪く言うのはよしてもらいてんだ。お梅はと唇を噛んだ。それから
両手を握りしめて、ゆっくりと板場の方へ行きながら、歯と歯の間でつぶやいた。いつもこれなんだから、いい面の顔だ。第二章、六助と中地は、棒組の籠屋であった。彼らは南八丁堀二丁目の与平棚という裏長屋に住んでいた。六助は肥えていた。年は27であるが、うっかりすると40くらいに見えた。肩太りで毛深くて、油性で太い眉毛や大きな目や鼻の周りにいつも油を浮かせていた。唇は厚いが、両端が引き締まっていて、形はかなり良かった。北八丁堀の魚金のお梅などは、六さんの唇を見ていると吸い付きたくなる、というぐらいであった。もっともそれは六助を照れさせ、同時に中地の妬み心をそそるのが目的らしいが、彼の顔はひげだらけであった。顔の下半分が黒くて、硬い毛に埋まっていた。しかし彼はそれを剃らなかった。毎朝一度、ハサミで2分くらいに刈るのであった。どうしてカミソリを使わねえんだ？初めの頃中地がそう言った。なぜそんなに武将たらしくしておくんだ？はったりを聞かせるつもりか？六助はニヤニヤ笑って、それからゆっくりと答えた。これには訳があるんだ。これをきれいに剃るわけにはいかねえんだ。よっぽどのことがねえ限り、こいつはこのくらいにしておかなくっちゃならねえんだ。そして胸毛を撫でた。胸毛は、熊のように濃かった。またすねの毛とくると信じられないほどであった。夏になるとそのみっしり生えたすね毛の中でいつも2、3匹の蚊が悲鳴を上げていた。形は血を吸いに潜り込むが、すね毛のやぶがあんまり密なので、それに引っかかって脱出することができなくなるのであった。六助は機嫌のいい時には毛をかき分けて彼らを逃がしてやるのを楽しみにした。中地は肥えてもいず、痩せてもいなかった。色が浅黒く、いなせな顔立ちで、年は六助と同じであるが、二つばかり若く見えた。受け口の唇の片方を少し歪め、煙ったいような目をする癖があった。そうすると苦み走ったいい男ぶりに見えた。魚金のお梅は彼に熱をあげているが、中地のそんな表情を見ると、胃のところを鳥の羽で撫でられるような気持ちになる、というくらいであった。彼は綺麗好きで、毎日きちんとカミソリを当てるし、3日に一度は髪結い床へ行くし、赤じみたものなど決して身につけるようなことはなかった。六助は動作がゆっくりしていた。話しぶりものんびりしていた。怒っている時でも、動作や言葉遣いに変わりはなかった。よほど怒った時でも、膨れるだけで大きな声を出すようなことはなかった。中地はせっかちでもなく、悪く落ち着いてもいなかった。少し勘が強くて、無口で怒りっぽいところがあった。怒るとムキになって怒鳴った。暴力を振るうのが嫌いなので、一層激しく怒鳴るようであった。二人は、与平棚の堀の方から数えて7軒目と8軒目に住んでいた。二人で7軒目にいる時もあるし、8軒目にいる時もあった。また7軒目と8軒目とに分かれて住んでいることもあった。分かれている時は喧嘩をしているので、そうなるとお互いに口も聞かず、稼ぎにも出ずに遊んでいた。しかしそれは長くは続かなかった。二人とも他に友達はないし、これという道楽もなかった。将棋と釣りが好きであったが、それは二人一緒でなければ面白くなかった。大抵5日か7日、長くとも10日くらいで仲直りをした。仲直りをすると、どちらかがどちらかと一緒になった。六助が中地の方へ移ることもあるし、その反対のこともあった。そのためには、どっちか一軒はいつも開けておかなければならなかった。家主の与平は、初めのうちはこの関係を知らなかったので、ある時その一軒を貸そうとしたことがあった。すると二人がやってきて怒った。おめえさんは、家主のくせに、
そんな生木を裂くような真似をしていいのか。与兵には意味がわからなかった。考えてみろと彼らは言った。今は一緒にいるけれど、また喧嘩をすれば別れなければならない。その時隣が空いていないとすれば、一人はどこかよそへ行く感情だから、つまり生木を裂くわけだろうじゃないか。与兵は初めて了解したけれども、家主の立場としてはたとえ長屋の一軒にもしろ、ただで開けてはおけなかった。そこで両者は相談をし、空いている時でも二軒分の店賃を払うということで落着した。二人は小ざっぱりと暮らしていた。食事は三度とも外で、ほとんど魚金のことが多い。外で済ませ、家では煮炊きをしなかった。勝手には水がめもないし、もちろん鍋釜もその他の食器もなかった。古道具屋で買ったタンスが一竿と、ちょっとした将棋盤と、それから掃除用の品があるだけだった。二人とも潔癖で掃除だけは欠かさなかった。水は使わないので乾いた雑巾で艶拭きをするのであるが、上がりが町から敷居、柱、勝手の上げ板など吹き込まれていい艶が出ていた。彼らは京橋の北詰で辻待ちをした。雨の日でもそこへ行けば、カゴが空いている限り二人はそこで客を待っていた。カゴは五郎兵衛町のカゴ商で借りた。二人は元カゴ商に雇われていたが、金持ちや成り上がり者は客に取らなかった。威張っている人間やキザな奴も客にしなかった。つまり客選びがひどいので、その点二人は気があったので、店としては具合が悪く、親方に受け人になってもらって辻籠を始めたのであった。二人は商売にも潔癖であった。どこまでいくらと打賃を決めると、それ以上は客から一銭ももらわなかった。心づけを出す客があると怒った。俺たちは片木の稼ぎ人だ。道中の雲助とは違うんだ。見下げた真似をするな。そしてやはり金持ちや成り上がり者は乗せなかった。彼らはその言葉通り片木であった。博打もしないし、酒でくれることもなかった。ごく時たま有利を除くらしいが、その度に自分たちは女性には持てないという信念を確かめるばかりであった。有利の女性たちの中には、相当に彼らに実意を示す者がいた。しばしば相当以上の者がいたが、二人の信念は少しも変わらないのであった。女に好かれるわけがねえや。中地も六助もそう信じていた。したがって魚金のお梅がいくら中地に熱を上げても、中地の方では感じないのであった。お梅が自分に熱を上げているなどとは、爪の先ほども気がつかないようであった。第三章。どうしたのよ一体、いつまで遊んでるつもりなの。お梅が言った。もう半月にもなるじゃないの。いい加減に仲直りしたらいいでしょ。そうしたいんだと六助が言った。俺はもう飽き飽きしちまった。何にもすることがないんで、退屈で退屈でしようがねえんだ。だからさっさと仲直りをすればいいじゃないの。それがさ、六助は頭を振った。俺はそうしたいんだが、あいつの顔を見ると舌が動かなくなっちまう。またあいつも退屈しきって身をもて余してるくせに、俺の顔を見るとめっとそっぽを向いちまうんだ。両方で一になってるんだわ、バカバカしい。お梅は六助に釈をした。一体喧嘩の元は何なの。今度は何が元で喧嘩になったの。夜であった。外は雨が降っていた。午前から降り出した雨がそのまましぐれのように陰気に降り続いていた。魚金の店も静かで、六助の他にもう一人しか客はなかった。四十ばかりになるその客は小座敷で飲んでいた。お与野に酌をさせて、お与野をからかいながらもうすっかり酔っていた。お世辞を言うわけじゃないがね、その客の言うのが聞こえた。お世辞じゃねえが、お前さんは男に好かれるよ。よく好かれるは顔形じゃないからね。これは気分のものだからね。
本当ですよ。私はお世辞は言いません。およのちゃんのような人は。つまらねえ話さ。六助はまずそうに酒をすすった。具にもつかねえ。人様には聞かせられねえような馬鹿げたことさ。そうでないことはないじゃないの。それにしてもさ。と六助が言った。子供じゃあるめえし、いい若えもんが、来獣は引っかくそうだなんて、あんまり馬鹿げているじゃねえか。あら、どうして？お梅は言った。来獣って、雷様の落ちるとき、一緒に落ちてくるあれでしょ？あれなら、六さん引っかくわよ。引っかきゃしねえんだ。だって、みんなそう言うわよ。私だって、いつかお姫様の山へ、雷が落ちたとき見に行ったら、大きなご神木が裂けて、ガリガリ引っかいた跡が一面についているのを見たわよ。引っかきゃしねえんだ。六助は辛抱強く言った。雷と一緒に落ちてきもしねえんだ。もともと、雷獣なんてものはいやしねえんだよ。どうしていないの？どうしてって、いねえからいねえのさ。雷獣だなんて、作り話に決まってるじゃねえか。あら、やだ。それじゃあ、お姫様のご神木のあれは誰が引っかいたの？誰がって。六助は、お梅を見て、ぐっと渋いような顔をした。どうしてそう引っかくことにこだわるんだ。誰が何のためにご神木なんぞ。まあ、お聞きよ。本当はこうなんだ。それは聞かないでもらいたいね。と、小座敷の客がおよのに言った。店の名がわかると、すぐ旦那なんて言われるからね。私は旦那扱いをされるのが何より嫌いなんですよ。ええ、お世辞じゃねえが、およのちゃんなんぞとこうやって気楽に飲みたいからこそ、この家へも来るんでね。いいえ、お世辞じゃないけどさ、磯と呼んでもらいましょう。五十と書いて、磯と読む、あの磯。店の名はね、それは、一つ聞かないようにね。ええ。お染めが酒の缶をして、六助のところへ持ってきた。お梅はそれを受け取って、六助に酌をしながら言った。そうかしら。私はそう思えないけれど、でもそれ誰が言ったの？俺の親父が言ったんだ。俺の親父は何でもよく知っていたんだ。六助は目をすぼめて、真面目な口ぶりで言った。商売は石工だったが、石工としても土地では腕っこきと言われたものなんだが、随分いろいろな本を読んで、親父は字もうまかった。藩主の丹波様も兜を脱ぐくらい、親父は物知りで頭が良かった。どうかして死ぬまでに本を一冊書きてえと言った。どうしても書くんだと言ってた。そのことでいつも頭がいっぱいだったらしい。絶えず癇癪を起こしたり、酔っ払ったりしていたもんだ。35の年に胃が破けて死んじまったが。じゃあ、本は書かなかったのね。書かなかったよ。一体、どんな本を書くつもりだったの？それがさ、六助は両手で杯を包んだ。何を書くつもりだったか、誰にもわからなかったが、親父は酔っ払うといつもこう言ってた。書きたいことは、ここ。自分の額を指で叩くんだ。ここに詰まっている。いっぱい詰まっているんだ。紙と筆と暇さえあれば書けるんだ。何を書くのかって？おめえたちの知ったことじゃねえさ。こう言ってた。時によると、神主の丹波様も、何かしら古いことを聞きに来るくらいだったが、親父の言うことには、いつも感心してた。ただ一つだけ、神や仏などというものもないということだけは、承知しなかったがね。あら、神仏もないっていうの？そうなんだ。雷獣なんてものもないし、竜とか鬼とか、魔なんてものもない。狐や狸が化けるってこともないし、幽霊だの怨霊などというものもない。神や仏などもありゃしない。みんな人間のバカな頭で考え出したもんだ。みんな作り話だってな。じゃあ、あんたのお父っつぁんって人、ずいぶんつまらなかったでしょうね。お梅は道場の太い息をついた。わかるわ。私、どうしてあんたのお父っつぁんがいつも癇癪を起こしたり、酔ってばかりいたかってことが。
俺の親父がつまらなかったろうって？そうよ。そんなに何もないってことが分かったら、世の中なんてつまらないじゃないの。お梅は釈をしながら言った。それもいいけれど、そんなことであんたと中さんが喧嘩するなんてもっとバカバカしいわ。だいたい僕さんが大人げなくってよ。あんな女の腐ったみたいなにやけた人相手に何さ。今夜は嫌にズケズケ言うな。そんな風に言っていいのか？だってそうなんだもの。お梅はじれったそうに言った。いつもむっつり。煮えたも焼けたもわからないような顔で、まるで女の腐ったみたいよ。銀流しだわ、あの人。すまねえが、勘定してくれ。あら、また怒ったの？怒るんなら怒んなさいよ。お梅は立ちながら言った。半月も喧嘩をしているくせに、ちょっと何か言うと、すぐ俺の友達だって。そんなに友達思いなら、喧嘩なんかしなければいいじゃないの。いくらでも言ってあげるわ。中さんなんか、女の腐ったみたいで、嫌味でにやけた金流しよ。あんな人大嫌いだわ。そして帳場の方へ去った。本当ですよ。お世辞なんか言わないよ。小座敷で男が言っていた。私は、およのちゃんに首ったけだよ。お世辞抜きで本当にお前さんと一苦労してみたいね。ええ、本当ですよ。六助は恐ろしく苦い顔をして残りの酒をぐっと煽り、手の甲で口の周りを拭いた。すると伸びている濃いひげがじゃりじゃりと音を立てた。お梅がこっちへやってきた。ひでえことを言う娘だ。六助は外へ出ると少しよろめいた。ひでえ娘だ。傘を広げながら彼は口の中でつぶやいた。だんだん口が悪くなる。前にはあんなじゃなかった。前には去年だってもっとおとなしかった。一昨年はもっと素直だった。どうすればあんなになるんだろう。赤字のことを好いていると思ったのに、わけが知れねえ。第四章。どういう気持ちなのかと六助は首を振った。どんな心持ちなのか、金流し。あくる日の夕方であった。長屋の七軒目の家で六助は一人で酒を飲んでいた。もちろん食器も何もない。みんな魚金から届けてきたものであった。二人が稼ぎを休んでいて、食事時に店へ行かなければ魚金の方から届けてくるのが決まりになっていた。今日は届けに来たお染めに酒の追加を命じ、彼はもう言語ばかりも冷やのままで飲んでいた。けれどもそのために夕べのことにこだわっているわけではなかった。酔っているために一人でお梅に絡んでいるのではなかった。ただ自然と口に出るのであった。他にはこれといって絡むものがない。生活は常に単純に割り切っていた。後でむしゃくしゃしたり、いつまでも頭に引っかかるようなことは決して残さない習慣であった。中地のことを思うのがやりきれないとすれば、お梅の毒舌に絡むより仕方がないのであった。いるか？外で声がした。そして障子に人の影が映った。この長屋のうちには入り口がない。土間のついた入り口というものがなかった。六畳を一間の路地に面して書墓地があって、出入りはそこからするのである。その右にある腰高障子は勝手口だが、どっちから出入りするにしても履物は戸外へ置くことになるし、雨の日や寝る時には勝手へあげるのであった。いるか？外でもう一度呼ぶ声がした。今度は少し高かったので六助は、おいと答えた。答えて障子に映っている影を見て、彼は顔を崩しながら大きな声で言った。開けて入ってくれ。一平やってるところなんだ。障子が開いて中地が顔を見せた。やってるのか？この通りさ。六助はウキウキと言った。ああ、こっちへ来て付き合ってくれ。腹が立ってしようがねえ。中地は上がって障子を閉めて、六助の脇へ来て座った。やっぱり酔っているらしい。顔色が青ざめ、目がトロンとしていた。
その目で彼は六助を見た。六助の方でも飢えたようにそれを見返した。そしてそれで仲直りのできた証拠のように、二人は同時に目と唇で笑った。まあ、これで一つやっつくれ。腹を立ててるんだ。中地は杯を受け取りながら言った。悪に触ってしようがねえんだ。何をそんなに怒ってるんだ？おめえのやつよ。あの、魚金の娘のやつよ。聞いたか、あれを。六助が言った。そいつをぐっとやってくれ。まあ、もう一つ。おめえ聞いたのか、あれを。だから腹が立つなよ。いつもは猫をかぶってやがって、一皮を抜けばゲジゲジエンマと来やがる。ゲジゲジエンマだって？いつも武将髭を伸ばしてるし、胸から何から、ケムクジャラでおまけに二人の喧嘩でおっかねえ顔をしているから、ちょっと待ってくれ。六助は目をすぼめていった。そいつはまさか、よもや俺のことじゃねえだろうな。おめえのことよ。中地は、杯を持った手で自分の膝を叩いた。朝のやつのことなら怒りゃしねえ。おめえのことを言ったから怒ったんだ。おめえのことをそんな風に言ったから。俺のことをだな、おめえが。ゲジゲジエンマってよ。六助は膨れた。自分でも膨れたのが分かった。中地は友の顔を見てうなずいた。友の顔が膨れたのは怒ったので、怒るのが最もだといううなずきようであった。ふざけた娘だ。六助は言った。こうなると言ってやらなくちゃならねえ。おめえには俺のことを悪く言い、その口で俺にはおめえの悪手をつく。よし、一つこれから言ってとっちめてくれよ。俺の悪態をついたって？癖になる。六助はひょろひょろと立った。出かけて行って、一つギュッと言うほど、俺のことを何て言ったんだ？どうせ出任せや。六助は口をそらせ、腕を貸して中地を立たせた。女なんてものはおめえ、後先の歓迎なしに物を言うもんだ。けれども今度ばかしは勘弁がならねえ。そうだ、こいつばかりは勘弁ならねえ。二人は、連れ立って外へ出た。歩きぶりでひどく酔っていることがわかる。外は錆びた紫色に黄昏れていた。勝手口からの煮炊きの匂いや物音や子供たちの騒いでいる路地を抜け、八丁堀の貸しっぷちへ出ると、そこだけ明るい水面から冷えた夕風が吹き上げてきた。魚金はつい向こう岸に見えるが、そこへ行くには長方形の他の三辺を回らなければならなかった。二人はもつれるような歩きぶりで新福寺橋を渡り、そこを右へ白魚橋を渡り、またすぐに壇上橋を渡った。そうして黒ずんでゆく黄昏れの中で、早くも掛けあんどんの火が橙色に潤み出した魚金の店へと入っていった。店の中は夕食の客で混雑していた。二人でかけられる場所はなさそうであった。そこで彼らは客と客との間を抜けて行き、お座敷へと上がった。二人が入ってきた時から、お染とおよのは、目を見張ったり、何か囁いたりした。お梅は見向きもしなかった。ねぎまに、サバの塩焼きでご飯ですね。はい。などと他の客にかかりきりであった。何にしますか？およのが注文を聞きに来た。笑いたいのを我慢している顔つきであった。注文を聞いて去るときには、急いで前掛けで口を押さえた。二人はムッとしてさらに肩を怒らした。二人は黙って飲んだ。もう酒はまずいし、飲みたくもなかったが、飲むより他にしようがないのであった。客は絶えず出入りしていた。そのうちに一人、四十五六になる商人風の男が入ってきた。その男はこっちの小座敷へ来ようとしたが、お梅に何か言われ、しぶしぶ反対の方へ腰掛けた。あいつは一体なんだ？中地が言った。この頃ちょくちょくここへ来るが、キザなことばかり言う妙な野郎だぜ。磯って名前だそうだ。六助が言った。夕べは四十くらいに見えたが、今夜は五つ六つ老けて見える。自分じゃ大棚の旦那らしいことを言っていたっけ。中地は、ふん、と言った。六助は目をすぼめ、杯を口まで持っていったが、眉をしかめて下へ置いた。間もなく、お梅が酒を運んできた。お梅は、
二人に気づかれないようにそっと来て、勘どくりと小皿の乗った盆をそこへ置き、いたずらっぽい目で二人を眺めながらにこりと笑って言った。いらっしゃい、よかったわね。二人はぎくりとした。そしてお梅を見て、お梅の笑い顔を見て、二人ともいっぺんに照れたような表情になり、ほとんど同時にひょいっと頭を下げた。やあ、どうも、と六助が言った。いろいろどうも、と中地が言った。幾同音だったので、お梅がぷっと吹き出した。二人も笑い出した。いろいろ心配させちまって。六助が元気な声で素直に言った。どうも、すまねえ。中地も、すまねえ、と言い、二人でもう一度頭を下げた。彼らは、お梅の笑い顔を見た途端に了解したのであった。どうすれば二人を仲直りさせられるか、お梅は知っていたのである。そして二人は、お梅の思うツボにはまったのであった。なるほど。そうばかりでもねえもんだ。六助は首を振りながらつぶやいた。女だと言っても、後先なしにデタラメを言うとも限らねえもんだ。第五章。二人は陽気になった。鼻についた酒がまたうまくなり飲めるようになった。半月間のお互いに溜まっていた話題を楽しみながら二人はさらに飲み続けた。もちろん酔いに酔った。平勢は節度を守りきちんと暮らすのを好んでいたが、その世は羽を外してもいいのであった。私は気に入りましたよ。ええ、お梅ちゃんから聞いていましてね。友達というものはそうなくっちゃならない。お世辞じゃないが、いいもんですな。実にいいもんですよ。ええ。六助は目をすぼめた。いつの間にどうしてそんなことになったか。A の磯という商人風の客が二人の席へ来て座っていた。どうしたんだこれは。六助は中地を見て言った。この人、いつここへ来たんだ？箱根まで行くんだ。中地がもつれる舌で答えた。当時かごで箱根までよ。俺とおめえとで、家賃は五両だ。箱根はどうしたって？まあまあ、一つぐっとやってください。磯という男が言った。話はもう決まったんだから。お前さんたちの仲の良さに惚れちまってね。ちょうど遊山旅に出たいと思ってたもんだから。どうせなんならお前さんたちのカゴで行きたいと思ってさ。いいえ、お世辞じゃない本当ですよ。まあ一つぐーっと。訳が分からねえ。六助は首を振った。投資カゴで五両。箱根まで？実のところ六助は、わけがわからなくなった。暗闇や八軒の火や人の顔がチラチラし、器物の音や誰かの話したり笑ったりする声などが遠くなり近くなったりして聞こえた。そしてやがてそれが混沌と重なり合って、子守歌のように彼をあやし、彼の意識をくらましてしまった。明くる日、六助は猛烈な二日酔いのために、一日中苦しみ通した。べらぼうに喉が渇き、頭が割れるように痛み、ちょっとでも起きようとすると天地が逆転するようなめまいに襲われた。中地は早くから起きたらしい。六助の世話をしたり、どこかへ出かけたり、帰ってきたと思うとまた出て行ったりした。この間に中地は六助に向かっていろいろなことを言った。六助にはよくわからなかった。苦しさのためにそれどころではなかったが、その中で箱根とか五稜とか投資籠とかいう言葉だけは聞き取ることができた。二日酔いは火がつくと治るという。本当かどうか。六助の二日酔いも日が暮れると治った。そこで初めて箱根行きのことをはっきり聞いた。案外だが人のいい旦那らしい、と中地は言った。ちょうど当時にでも行きたいと思っていたところだから、二人の仲直り祝いに担がせてやろう。
よかったら2、3日湯に浸かってくるがいいという話なんだ。うますぎる。六助が浮かない顔で言った。赤だらけの足で霧の駒桁をもらうような心持ちだ。だって初めにおめえが承知したんだぜ。ああ、何言っちゃいけねえ。おめえが承知したんだ。中地は言った。お互いに20日近くも遊んですっからかんだ。あるよなら悪くはねえ。初めての長丁場だが、肩代わりなしに二人でやろうってよ。中地はもう手配を済ませていた。阿武省へ行って切手を作ってもらい、小遣いも借りてきていた。家賃も先にくれとも言えないので、途中の入り用に二部借りたのであった。おら、酔っていて何にも知らねえ。そう言われてもまるっきり覚えがねえ。じゃあどうするんだ？中地は声を尖らせた。明日の朝5時に壇上橋のたもとで落ち合うことになっている。旅切っても取り、親方から小遣いも借りてあるんだ。けれども、おめえが嫌だと言うんならご破産にしてもいいぜ。わかるな、勘弁してくれ。嫌だと言うんじゃねえんだ。おめえが承知ならそれでいいんだ。ただ、話のうますぎるのが気になっただけなんだから。俺は無理に言うことは思わねえんだ。わかったよ。六助は並行して言った。謝るから、機嫌を直してくれ。そして、明日は一つ気持ちよく出かけるとしよう。中地は、うん、と言ったが、機嫌は直らないようであった。六助の渋るのを見て、彼もまた嫌気がさしてきた。本来なら、断る仕事であった。磯という客も、実を言えば気に食わないし、五両という駄賃も莫大すぎた。喧嘩のために半月以上も遊び、すっからかんになっていたのと、たまにはそのくらいの金を持ってみたいという気持ちから、つい引き受けたのが、今になってみると逆に不愉快で忌々しくなった。六号から向こうは初めてだな。六助が励ますように言った。金をもらって遊山旅をするようなもんだ。商売冥利ってやつだぜ。中地は、うん、と言うだけであった。明くる朝の5時、二人は壇上橋で磯という客と落ち合い、箱根へ向かって出発した。気分は重かったし、大盛りで早めの昼食をするとき、二人は客がかなりな金を持っているらしいことについて囁き合った。肩に当たる感じでわかるという。金50両から上は間違いなくわかる。中には10両でも肩へコツンとくるというものもあるが、その時の感じではかなりな額らしかった。このくらいか？六助は指を2本見せて目で聞いた。中地は考え深そうに首を振り、そっと指を3本出して見せた。そして二人は、お互いに不吉な予感に襲われた。その日は神奈川泊まりにした。第一日だからということだったが、宿へ着くとすぐ客は二人に金を預けた。お世辞じゃないが、お前さんたちを狙う泥棒もいまいからね。磯という客は言った。草津へ行った時には自分が持っていてさ、200両ばかりだったが、そっくりやられましたよ。ええ。だから今度は箱根まで頼みたいと思いましてね。そして銅巻を預けられた。預かるについて念のために数えてみたところ、大判で400両、小判で50両あった。もちろん封まで切りはしないが、六助と中地は我知らず目を見合わせた。その多額な金は、二人から不吉な予感を覗いてくれたばかりでなく、浮かない気分からも解放してくれた。草津の時は200両も盗まれたという。またこれだけの金を無造作に預ける。こんなことが大店の旦那でなくて誰にできるだろうか。悪人やいかがわしい人間にそんな横用なことができるだろうか。人は見かけによらねえもんだ。六助が後で言った。見かけだけで人を判断するのは良くないもんだ。中地はうなついて満足そうに吐息をついた。旅は心よいものになった。客は魚金にいる時とは別人のように
無口で無駄なことをほとんど言わなかった。二人にとってはそれは何よりもありがたかった。二人は初めて見る野山の景色を眺め、家並みや人の変わった風俗に興じ、まさしく六助の言うように商売冥利を楽しむことができた。まだ昼のうちは残暑も感じられるが、江戸市中とは比較にならなかったし、渡ってくる風は全く秋であった。二日目は藤沢の西の南湖という愛の宿で泊まった。大山へ登る道だったな、藤沢は。宿で泊まった夜、二人はそんな話をした。そうよ。六助が言った。あそこには有名な蔵があるんだ。大山参りをする手合いは、そこで遊ぶのを楽しみにするものらしい。それは、お参りの後のこと。と中地が言った。道領様は荒神だから、遊んだ人間なんぞ登ると、大変なことになるんだ。どっちでもいいけれども、道領様てえのは、おめえ小田原だ。大山は確か炙り神社ってんだぜ。そうかい。へえ。中地はツンとした。大山は炙り神社ってのか。炙り神社。へえ。炙り出しでも売るのかい。六助は黙った。来住の件もそうだが、中地は物を知らないくせに、間違いを訂正されたり、教えられたりするとすぐに怒る。六助の方には悪気はないのだが、中地としては自尊心を傷つけられるらしい。二人の喧嘩の9割までは、そういう問答から始まるのであった。六助はそれで話を打ち切りにし、寝返りを打って眠った。三日目には、馬乳川を越して平塚、大磯から、小田原までと思っていたが、花水橋というところで嫌なことが起こった。代官所の下役人が道に出ていて、客が尋問されたのである。どこの何者であるか、商売は何か、どこへ何を出行くか。そんなことを妙に鉛のある言葉でくどく聞き、六助と中地も切手を調べられた。尋問の仕方がひどくくどいので、二人は中っ腹になったが、磯という客はさすが商人らしく、へいへいとどこまでも温順丁寧に答えていた。そんなことで時間を潰し、その日はまだ早かったが、大磯で泊まった。明くる朝5時に宿を立って、死に立つ沢というところへ差し掛かった時のことである。そこは海の方にこんもりと松林があり、心なき、身にも哀れは知られけり、とその昔、山陽法師が歌を詠んだところだというが、ちょうどそこのところで、後ろから籠が2丁、こっちを追い越して止まると、中から男が2人現れて、その籠を下ろせ！わめきながらこっちへ来た。わめいたのは役人らしい。袴を履き、足ごしらえをして刀を刺していた。32、3だろうか。町同心といった風で、目つきは鋭いが、苦み走った顔つきの、なかなか高男子だった。もう一人は、商家の番頭と見える。45、6になる肥えた男で、約定したような真っ赤な目をしていた。中の者、出ろ！同心邸の男が、こっちの籠の脇へ来て言った。これ出ろ！一体何ですかい？中地が勘に触ったように言った。この客はあっしどもの知り合いで、江戸から箱根へおいでになる途中、貴様は黙れ、中の者に用があるのだ。同心邸の男は怒鳴り返し、懐から渋さの実手を出した。もはや逃れんぞ、紬屋藤吉、手間をかけずに出てまいれ。磯という客が出ようとするので、六助が雪駄を揃えてやった。すると役人の後ろにいた男が出てくる客を見るなり、あっと言って指差しをした。こいつです、この男です。へえ、もう間違いはございません。この男でございます。何が私でございますか。客は不審そうに反問した。私は江戸日本橋牧町で京呉服の店を営んでいる山城屋磯平というものでございますが。こういう白々しいこと、いや、よろしい。
役人は男を制した。こやつが紬屋藤吉だということは自分がよく承知している。ひとまず番所へ引いてまいろう。藤吉、御用であるぞ。役人は実手を自分の額にかざしてみせた。つまり法が発動されるという意味で、当今の令状提示より尊厳な作法であった。磯という客は温順に頭を下げた。よろしゅうございます。どこへでも参りましょう。落ち着いた声で言った。何かのお間違いと思いますが、調べていただければわかることで。神妙である。歩け。役人は実手で道の向こうを示した。ちょっと待っておくんなさい。六助が狼狽して言った。あっしどもはその人を江戸から投資で乗せたんですが、へえ、箱根まで投資かごで、打賃は五両という。諦めるんだな。役人は歩き出しながら言った。こいつは紬屋藤吉といって、あんまり利口でもないくせに、口だけはずば抜けてうまいペテン師だ。ペテン師？六助は目を向いた。まさかそんな。しかしその本当ですか？これにいるのは小伝馬町の米村と申す太物問屋の手代。こいつに大きく引っ掛けられた被害者の一人だ。役人は歩きながらふとこっちを見た。貴様たちも食わされた組らしいな。打賃は五両と言ったのか？しかしそれにはちょいっと訳がありますんで、へ、あっしどもの仲直りの祝儀という、江戸の人足にも似合わない。役人は皮肉に微笑した。どんな訳があるにしろ、箱根まで五両とは法外な打賃だ。それを真に受けるとは、貴様たちの方がどうかしているぞ。六助はギャフンと言いたかった。役人の言葉はそう言わせるような調子だったし、六助としてはまさにそう言いたいような気持ちだった。そうするとどうなるんですかい？中地が腹を立てたように言った。あっしどもはまだ一文ももらっちゃいねえ。ここまで手弁当できて、江戸行ける小遣いにも困ってるんですがね。諦めるんだな。役人は笑った。欲に引っかかった罰だ。これからは気をつけるがいい。六助と中地は呆然と立ち止まった。役人と米村の手代という男とは、磯を連れて後から二丁の籠も一緒に大磯の方へ去っていった。そっちに代官所でもあるらしい。こちらの二人は道の上に籠を置いたまま、長いこと気の抜けたように立っていた。しょうがねえ。やがて六助が言った。ケールとしようか。中地はうなずいて先棒のところへ行ったが、そこで六助の方へ振り返った。六助もそっちを見ていたが、途端に二人一緒に行った。おめえは俺を悪く思ってるんだろう。幾同音であった。お梅がいたら笑うところだろうが、お互い同士では腐るばかりである。二人とも顔をしかめて、武将ったらしく籠を担ぎ上げた。無論空籠であるが、担ぎ上げた途端にずんっと肩に重みのかかるのが感じられた。おい、変じゃねえか。中地が言った。六助も変だなと思ったところで、うんと言ったが、途端におっとばかり高い声を上げた。金だ、今日であの客の金だぜ。中地もあっと叫び、慌ててカゴの中を調べた。すると敷物の下から例の450両、ずっしりと重く膨れた銅巻が出てきた。二人はぎょっとして目を見合った。追っかけよう。六助が言った。しかしと中地が言った。まさかペテンのかかり屋になりゃしめえな。なっても因果だ、急げ。二人は籠を担いで走り出した。賞金で450両、そのままずらかることもできた。江戸からこの大磯まで手弁当、帰りの銭にも困っていたのに、このまま逃げたらという考えさえ浮かばない。むしろ返すことにのぼせ上がって、
それこそ一山に追っていったのである。それから約半時のち、二人は空籠を担いで平塚の宿の方へと歩いていた。二人とも崩れるようなニコニコ顔で気も浮き上がるという様子だった。災い転じて福となるってのはこのことだな、六助が言った。あの米村の手代って人はよっぽど嬉しかったらしい。金がそっくり消えたんじゃねえか。中地はわざと冷淡そうに言った。諦めていた金がそっくり消えたんだ。このくらいのことは多忙だ。だっておめえ10両だぜ。箱根まで行って5両、それが倍になったんだ。盗みは首の飛ぶ鷹だぜ。驚くには当たらねえ、中地が言った。5両が10両になるのも多忙だ。ことの起こったのがおめえ大磯じゃねえか。大磯ならどうして多忙だ。大磯は曽我兄弟に縁のある土地だろう。とすればおめえ5両10両だ。この野郎、六助がわめいた。ざまみろ、中地が笑った。街道には馬の鈴が平穏に聞こえていた。山本周五郎作秋の籠、全文読み切り、書室講談クラブ、昭和27年1952年12月号より。第一章。なんだあの腰つきは、卵でも産もうというのかね。向こうの男は餌差しが鳥を狙っているようだ。それよく見当をつけろ。外してしまった。まるで下手比べだね。これは右田登録は思わずニッと笑った。足軽仲間の下馬評はなかなかうがっている。卵でも産みそうな腰つきとか、餌差しが鳥を狙っているようだとか、みんないかにも適評で叱ることもできない。それもそのはずだ。ここにいる足軽たちの中には彼らより数頭も腕の立つ者がいるんだから。そう考えるともう見ている気もなくなり、あんまり悪口を言うと聞こえるぞと言って彼はむしろから立ち上がった。それよりもうすぐ終わるだろうから、後片付けの手配でもするとしよう。けれどもお小頭、と若い足軽の一人が立ってきて言った。このままでは我慢できませんね。たとえ士分の者と試合ができないにしても、足軽は足軽同士でやるにしても、来年はぜひ試合に出られるようにしていただきたいものです。あんまりひどすぎますよ。そうだ、と別の一人もそれにつけて。武芸には士分と足軽の差別はないはずだ。我々の腕を見れば少しは彼らも発奮する気になるだろう。そんな望みは気によって右往を求めるようなものだ。登録は低くそう答えた。これがせめて戦国の世なら俺たちの腕の見せ所もあるのだが、こんな時代ではどうしようもない。まあ目をつむって我慢するんだ。そして幕張の外へ出てしまった。岩城の国三春は名駒名馬の産地として名が高い。その時の藩主は秋田信濃の神頼末であったが、領内の三馬を陣立ての主軸に置き、中でも宗騎兵というものが特に重んぜられていた。これはかつて武田晴信の用いた重騎兵に比すべきもので、敵の前線を馬で突破し一挙に内陣をかく乱する奇襲隊の役である。したがって家中では槍術槍の術が盛んに行われた。それも騎乗と勝ちとを兼ねる秋田家独特の技法があり、
横井大学という藩士が師範として統一した稽古をつけていたのである。しかし時代は聖徳から享保に及んで、太平の世相は侍の季節をも読し、どうせ戦場に出るでもなしという嘆いた気持ちから、稽古もお役目になり、一般の腕も低下してゆくばかりだった。全部がそうでないにしても、師風がそのように支配してゆく事実は否定しがたい。これではならぬと思うものもあったろうが、時の勢いにこうしてまで立つものはなかった。右田藤六は親の代からの足軽で、20歳の時その小頭に命ぜられ、気骨者として仲間の衆謀を集めていた。彼の住んでいる長屋は槍術の師範をする横井大学の屋敷に近く、大学のこの横井鉄之助とは幼少の頃から往来した縁で、15歳の時その道場に入門を許され、現在では師範の大学とさえ対等で勝負のできる腕になっていた。彼は自分が修行を励む傍ら、仲間の足軽たちにも少しずつ手ほどきをしてやり、望みのある者は特に願って横井道場へ入門させるなど、勝負の風を起こすことに力を尽くしてきたのであった。親代々の食禄を守っていればよい。もはや合戦ということもない。士分の人々のそういう答案に対して、足軽たちは出世したいという希望があった。せめては士分に取り立てられたい。多かれ少なかれそういう望みを持っていた。自然稽古も熱心だし、上達も目覚ましく、その上人数も次第に多くなるばかりだった。けれども、いかに槍術が達者になっても、足軽は足軽である。藩では毎年5月5日に王子愛というものがあって、家中の者の槍術比べを催すのだが、足軽は一人も出ることができない。師範と対の勝負をする右田藤六でさえ出場を許されないのである。当日は屋来を結い、幕を張り、諸子の接待をするのが役で、あとは黙って勝負を見ていなければならなかった。卵を産みそうな腰つきなどと酷評をするのは、彼らにとって悔しさを紛らわすわずかなはけ口だったのである。その日の王子愛が終わったのは午後3時であった。役目を済ませて藤六が長屋へ帰ってくると、妹の渚が買い物に出ようとするところだった。珍しく髪を結い上げているせいか、ちょっと目を見張りたいくらい美しく見える。どうしたのだ、髪など上げて。お祝い日ではございませんか。渚は帰って兄の迂闊に驚いた。お忘れなさいましたの、今日は5日でございますよ。ああそうか、王子愛のごたごたでど忘れをしていた。藤六はそう言いかけて、すると鉄之助殿も忘れているかもしれないな。ちょっと案内をしてこようか。その方がよろしゅうございますわ。私もまだ買い物がございますから。ではちょっと行ってくると言って、藤六はそのまま引き返していった。第2章。毎月5日は右田家の祝い日になっていた。それは藤六が20歳の時、足軽小頭を命ぜられた日で、以来ずっと欠かさずに続けている。すでに父母はなく、兄妹二人暮らしの寂しい家に、その日ばかりは仲の良い横井鉄之助が客に来る。ことにこの頃では鉄之助と渚の間に親しさが濃くなり、嫁に欲しい、差し上げましょうと言い交わす折の近いことをほとんど互いに了解し合っていたから、
この日は兄弟にとって心から待たれるものだったのである。大試合の忙しさで自分も忘れていたくらいだから、鉄之助も気づかずにいるかもしれない。そう思って横井の屋敷を訪ねると、まだ化粧していないということだった。試合の後、牧山庄左衛門殿で祝宴があると申していた。おそらくまだそこにおるのであろう。そういう返事なので、すぐ近所にある牧山邸へ回ってみた。牧山庄左衛門は番頭を務める老人で、常々若い者を好み、槍術が達者だということから、登録もしばしばあったことがある。取り次ぎを頼むと、今広間で無礼講をやっている、庭から回って直に呼ぶがよいと言われた。時々来て慣れてもいたし、言われるままに内庭の方へ回って行くと、中の木戸を入ったところで馬鹿げた高笑いと酔いに乗じた罵り声が彼の耳を打った。墓が足軽ではないか。刀を刺しているというばかりで、形は武士でも中元小物と選ぶところはない。いわば道端に訳もなく伸び生えている雑草も同様だぞ。そうだ、その点を明確にすべきだ。続けて別の者が怒鳴った。その区別を明確にしないからのさばる。いち彼らが槍術をやるのからして戦場だ。ちょっと槍の持ち方でも覚えると、もう一発の武士にでもなりかねない面つきで肩を怒らしてのし回る。雑草は端から刈るべきだ。己の身分を知らしめなくてはいけないぞ。ここまで聞くと、登録は全身を震わした。己らは侍の本分をさえ忘れているのに、ただ武士であるからというだけで人を貶める。それも程度こそあれ中元小物に等しいとか、わけもなく生え伸びる路傍の雑草とは過言も甚だしい。登録はあがみをしながら引き返そうとした。するとなお無遠慮に、一度彼らを懲りるほど叩きのめしてやるがいいのだ、というのが聞こえた。なに、主なやつ二三人あれば、あとは縮め上がって偶の根も出はせぬよ。登録は我慢の尾を切った。彼は大股に庭へ踏み込むと、広間の縁先へぐっぐっと近寄り、声いっぱいに、よろしい、叩きのめしていただこう、と絶叫した。足軽は雑草も同様だということは確かに聞いたぞ。何百石という騒音の食録をいただいて、いい図職する貴公たちの目から見たら、足軽などは人間の数には入らぬかもしれぬ。しかし太平なればこそ、さようなたわごとも吐けるのだ。いざ合戦となった場合、どちらが御馬前の役に立つか。叩きのめすという言葉こそ幸い、心得のほどをここで拝見つかまつろう。広間には15、6人いた。もともと思考から出た無責任な暴言だったので、目の前に登録が現れるとともに、みんなぴたりと口をつぐんだ。それがさらに登録の怒りを煽った。どうした?偉そうに陰口は聞いても、いざとなると出るものはないのか?雑草を刈る者は一人もないのか?拙者が相手をしよう。そう言いながら、一座の中から立ってきた者があった。横井鉄之助である。登録はあっと息を呑んだ。鉄之助。そうだ。鉄之助がいたんだ。しまった。思わずうめいたが、それと同時に、いや、鉄之助もこの座にいた。彼も足軽を誹謗する者の仲間だった。そういう憤懣がこみ上げてきた。どなたでも、こちらに襟好みはない。誰か稽古槍を二筋頼む。鉄之助はそう言って庭へ飛び降りてきた。場所はここでよいか。
どこでも結構。登録はそう言って、ひたと相手を見た。稽古槍が二本、そこへ差し出された。二人は一筋ずつを取り、左右へ分かれた。第三章。暗い取りをして見たと刹那だった。鉄之助の口をついて絶叫が上がり、その槍が空を飛ぶように、登録の胸へと直線を引いた。全く思いがけない強襲である。危うく体を開き、楽器と槍と槍が相打った時、静止をもない憤怒に駆られて、登録は大きく血を蹴りながら突っ込んだ。担保の穂先は、鉄之助の左の高ももに三寸余りも突き刺さり、登録が引き抜くと血が走った。入った!鉄之助は槍を持ったままぐらっと左へよろめき倒れた。参った!縁先にいた若侍たちは色を失った。しかし、鉄之助の袴の膝へたちまち血がにじみ広がっていくのを見ると、おお、血だ!横井が怪我をした!とわめき、その下郎、生かして返すな!と一斉に刀を掴んで立った。登録はもういけないと思った。すべてが終わったという感じで槍を取り直したとき、奥から牧山正左衛門が飛び出してきて、何事だ、沈まれ、沈まれと大喝し、若侍たちの前に立ちふさがった。飛行たち、この人数で足軽一人を取り込めてどうしようというのだ。武士の対面を思え、手出しはならんぞ。そう叱りつけながら登録に振り返った。ここは良いから帰れ、追って沙汰をする、早く立ち去れ。それでは仰せのままに。登録は会釈をするとそこへ槍を置き、静かに庭から出て行った。住まいへ帰って妹にどう言おうかと思いあぐねていると、組頭の笹沼一蔵が駆けつけてきた。死罪は聞いた。一蔵は息を切らして金包みと思えるものを差し出しながら、牧山殿が始末の扱いをなさるという。そこもとは即刻ここを退去してくれ。これは牧山殿から当座のご殲滅だ。と言った。私は立ち退きますまい。その気持ちはわかる。一蔵はせわしくうなずいたが、しかし、そこもとがいるとこの騒ぎは大きくなる。侍と足軽全体の騒動にもなりかねない。そこもとの人物は老職方にもわかっているから、追って帰参のかなうようにする。牧山殿はそうおっしゃる。前後の事情をよく考えて、ともかくここは退獄してくれ。彼がいては騒ぎが大きくなる。それは疑いのないところだった。ご城下を騒がしては相すまない。登録はそう思って心を決めた。よろしゅうございます。立ち退きましょう。しかし、このお金はお返しください。わずかながら蓄えもございますから。そう言って選別は断り、まだ何も知らずに不審がる渚をせき立て、支度もそこそこに城下町を立ち退いていった。妹にすべてを語ったのは、森山藩松原領へ入ってからだった。渚の驚きは非常なものだったろう。しかし、けなげにもよく耐え、頬のあたりを青くしたが、何も言わなかった。それにつけても、身分が足軽ではどうしようもない。これからは、何としても槍一筋の侍になるんだ。それまではお前にも苦労をかけることだろうが、右田の加盟を起こすという気持ちで辛抱してくれ。はい、渚はどんな苦労でもいたします。ですからどうぞ。渚は涙をたたえた目で北と兄を見上げた。岩城から下野の国へ入ったのが夏7月。それから日立へ回り、
神津の国から江戸へ着いたのが秋9月であった。江戸には下月までいたが、どんな幸運でも転げていると言われるのに反して、それまでのどこよりも生活は厳しく、田舎から出た者には人情も風も輪列だった。そして兄妹は、師走の寒さに向かって東海道を西へとまた旅を進めた。正月を迎えたのは駿府だった。さすがに駿河は暖かく、土地も豊かで住みよかったが、出世の手鶴には縁が遠い。それで2月になるのを待ちかねて、見附の駅から北へ入り、天竜川に沿って信濃路へと向かった。山を越え、川を渡り、谷合をたどる険しい旅路を続けて、飯田城下も虚しく過ぎ、赤穂という小さな駅に泊まった時のことであった。4、5日雨が降って、キチンハタゴも同様なその宿には、貧しい行商人や旅を回る一門商人や、門付け芸人などが14、15人も泊まっていた。これらの人々は、炉端へ集まってよく身の上話をする。生活の苦しさ、世間のつれなさ、そして自分の不運な回り合わせなど、語ることが慰めであるような調子で話し合うのだった。これらの人々にほとんど共通しているのは、運が悪かったという点であった。すべてが運の悪いために、あたら一生を楽薄してしまったというのであった。第4章。そういう人たちの中に一人、いつも黙って、風車を作っている老人がいた。飴を売るのが商売であるが、景物につけてある風車を、雨の日などにはそうして手作りにするのである。無論、保護紙や傘の古骨などを使った粗末なものだが、老人はそれを作るのがいかにも楽しそうで、どんな高価なものを作っているかと疑えるほど、一つ一つに念を入れ、仕上がってからも、しばらくは、ためつすがめつ、眺めているという風だった。周りの者が何か言いかけると、落ち着いた柔和な調子で、言葉短に答えるが、自分の身の上話をしたり、進んで雑談の仲間に加わるようなことはなかった。登録はこの老人に心を惹かれた。継ぎはぎの当たった布子を着て、髪の毛も灰色になり、痩せた小さな体つきで、見たところ何の取り柄もない、実に平凡な人柄である。けれどもよく注意してみると、いつも静かに微笑をたたえている目や、柔和な言葉つきや、ちょっとした身振りの中に、何とも言えない枯れた味があって、どうかすると先達した老僧のような感じをさえ与えるのだった。渚はさすがに部屋から出なかったが、登録は炉端へ出て人々の話を聞きながら、いつも目はその老人の虚祖に見入っていたのである。そうしたある夜のこと、大抵話したいことも話し尽くして、ふと言葉が途切れたとき、古賀屋会だという中年の小作と呼ばれる男が、じいさんはいつも不平がなさそうだな、と問いかけた。まったく、雨屋のじいさんは幸せもんだよ、とみんなが一斉にそっちへ振り向いた。いつどこであっても眉一つしかめていたことがない。愚痴をこぼすではなし、泣き言を言うではなし。じいさん、なんとか言わねえかね。古賀屋会の小作が言った。どうしたらおめさんのようにそう安気でいられるか。みんなあやかりたがっているぜ。そんなことはないのさ。老人はいつもの和やかな調子で答えた。
私のようなものにあやからねえでも、みんなそれぞれ結構にやっているじゃねえか。まあ考えてみなされ。こうして四五日も雨に降られながら、暖かい炉端に長くなって、茶菓子や酒香の贅沢こそできまいが、時には天下様の評判もするし、好き勝手な世間話や愚痴が言っていられる。決してこれがやりきれないという暮らしじゃねえと思うがね。そら、じいさんにはもう欲というものがねえからそんなことを言えるだろうが、俺たちはまだこんなしがねえ都政で終わろうとは思わねえ。みんなもう一っぱな咲かせようという気持ちだから、そこはじいさんと俺たちとじゃ違うんだよ。そうだとすれば、と老人は微笑しながら言った。つまり、苦労や不平の種は世間にあるんじゃなくって、おめえさんたち自分の中にあるわけだ。それをとやこう言おうとは思わねえ。人はそれぞれ分別もあり、望みもある。あれも彼も同じように生きられるもんじゃねえから。けれども、あっしはよくこんなことを考えるよ。老人は作り上げた風車を手に持って、ふーっと吹き、くるくるっと回るのを楽しげに見やりながら続けた。この風車というものは、竹の親串と軸と止める豆粒と紙車でできている。けれども、こうして風に当てて回るのは、紙の車だけさ。人も、この回るところしか見やしねえ。親串を褒めるものもなし、軸がいいとか、豆の粒がよく揃ったとかいうものもね。つまり、紙の車一つを回すために、人の目にもつかねえものが、三つもある。しかもこの三つのうちどの一つが欠けても風車にはならねえ。また櫛が紙車になりたがり、豆粒が軸になりたがりじゃ、てんでんバラバラで風車一つ満足に回らなくなる。世の中も同じようなもんだ。身分の上下があり、職業にも良し悪しがある。けれども何一つなくて良いものはねえのさ。お奉行様がいれば老番もいる。米屋も桶屋も棒手振りも紙くず買いも、みんなそれぞれに必要な職だ。あっしのように一文飴屋もこうして暮らしていけるところを見ると、これでやっぱり何かの役には立っているのだろう。みんなが一文飴屋になっても困るが、みんなお奉行様になってもまた困る。桶屋も百姓も叩き出くも、自分の職を精一杯やって、いくらかでも世の中のお役に立っているとすれば、その上の不平や愚痴は贅沢というもんだ。あっしはそう思ってるがね。登録はそこまで聞いて座を立った。そしてその夜人よ、彼の脳裏で一つの風車がくるくると回り続けていた。老人の言葉はごくありふれた世間観である。格別名言でもなく、高邁な理屈でもない。それにもかかわらず、登録の頭の中ではくるくると一つの風車がいつまでも回っていて離れなかった。第五章、兄妹が信濃の国高島へ入ったのは3月のことだった。そして間もなく登録は世話をするものがあって高島藩の足軽に召し抱えられた。その時彼は妹に向かって、武士でなければ再び渋取りをせぬつもりだったが、少し考えることがあって足軽の淵を取る。もうしばらく
お前も苦労を頼むぞ、と言った。なぎさは兄の気持ちをどう推し量ってよいかわからず、やっぱり初めのお考え通りには行かないのだ。そう思って心が暗くなった。人間が何か一つ、抜きんでた能力を持っていると、たとえ自分から誇示しなくとも自然と人の注意を引くものである。登録はできるだけ控えめに、いつも人の影へ回るように気をつけ、日々の務めも少し度の過ぎるほど精を出した。そして他人の分まで進んでやるというふうで、活金というよりはばかりちぎと笑われるくらい励み続けた。本当に足軽仲間のある者はそう言って笑い、感心するよりも軽蔑した態度で遠慮もなく彼に仕事を押し付けるのだった。けれどもその一方、彼を一癖ある人物と見る人々も少なくなかった。組頭の長尾陣之丞という者がその一人。また士分の中に四五人、何かにつけて彼を特別扱いにしようとする。それらの人々は、登録が然るべき身分のものであって、何か深い事情のため足軽に見ようとしている。そういうふうに考えたらしく、時には打ちつけにそう質問されたことも二度や三度ではなかった。あの男を馬鹿にしてはいかん。長尾陣之丞はよく組下の者にそう言った。あれはきっと素性卑しからぬ男だ。必ず一芸一能に秀でている人物だ。みんなもっといたまってやらなくてはいけないぞ。しかし登録にとってはそういう扱いをされる方がたまらないようだった。彼はますます身をかがめ、肩をすぼめるような感じで日を過ごしていった。すると、ある日組頭の陣之丞がやってきて、渚殿を奉公にお上げなさらぬか、と言い出した。そこもともご存知だろうが、先はお上のご舎弟、つまり忠明様のお浜館なのだが。それはありがたいことでございます。登録はそう言って少し考え、しかしせっかくではございますが、妹は私手元でしつけてまいりたいと存じますから。そこもとはお浜館のお噂を聞いておられるな。それで何かいかがわしいご奉公のように思うのではないか。さようなことはございません。ただ私どもは早く両親に死別いたしまして、ずっと二人で過ごしてまいりました。いわば私が親代わりになって育てましたので、まもなく縁定めもいたしたいと存じますし、その気は平にご自体をつかまつりとうございます。それでもとは言いかねたと見えて、陣之丞は不本意そうに帰って、お浜館と言われている忠明は藩主の弟で、よく言えば闊達な、悪く言えば粗暴な青年だった。江戸屋敷で持て余された結果、この国元の湖畔の館へ蟄居させられている。登録もたびたび遠くから姿を見たことがあるが、白石の勘の強そうな顔、大股にさっと歩く身ごなしなど、いかにもわがままな、不羈奔放そのものといった風格が感じられる。その館へ妹を奉公に、そう聞いただけで登録は、その結果がどうなるか推察できた。それではっきり断ったのである。しかし、それから間もないある日、城の大手の道普請で、彼が人夫だまりの警護に立っていると、不意に、お浜館の忠明が通りかかった。二人の小姓を連れただけで、いつもの通り大股にさっさと歩いてきたから、登録はすぐ妊婦に下座を命じた。
その時すでに目の前へ差し掛かっていた忠明は、ふと登録を見つけて歩み寄った。その方、右田登録と申す足軽だな。あ、彼は膝をつき、頭を垂れた。仰せのごとく、登録にございます。ようを存じておるか？恐れ入り立てまつる、お浜館様と存じ上げます。よもその方を知っておる。忠明は鋭い眼差しでこちらをねめつけながら、新参の足軽右田登録、そう確かめたのは50日ほど前のことだ。一癖ある面魂、よほど兵法にも堪能であろうと見た。その方何をやる、刀法か槍か。恐れながらそれはお眼鏡違いにございます。ご覧の通りの小足軽、なかなか持ちましてさような。言うのも嫌か。忠明はにっと笑っていった。妹を奉公に出すのも嫌、己の脳を知らせるのも嫌。それもよかろう。しかし登録、忠明はわがまま者だ。こうと思ったことは必ずやり通してみせる。必ずだ。それを忘れるな。第六章。忠明の言葉は、棘のように胸に刺さって忘れられなかった。一つの生き方を掴んで、新しく始めた生活が、思わぬところから突き崩されそうに思われる。どんな難題が降りかかってくるか、登録はその時を待つ不安定な気持ちで、しかし何事が起ころうとも退転すまいと心に決めながら、同じように目立たぬ務めを励み通した。秋10月になって初めて5日の祝いをした。三春を去って以来落ち着かず、いとまもないままに過ごして、その時ようやく祝いの日を始める気持ちになったのである。酒一瓶と湖の小魚、渚の心を込めた膳であったが、貧しい灯火の下に二人相対して座った時は、祝いの気持ちよりも寂しさが身に染みた。一年猶予前、三春藩にいた時はいつも鉄之助が客に来て、楽しい宵を過ごしたものである。ことに渚には、間もなく鉄之助から結婚の申し出があるという密かな期待もあって、貧しい食膳が輝くようにさえ思えた。三春ももう晩秋であろう。渚はふと遠い故郷をしのんだ。横井様はどう遊ばしておいでか。妹のそういう思いは登録にもすぐ察しられた。彼は寂しげな渚の眉を見、心を打たれて、そっと外向いた。忠明からは、格別難題が出るようなこともなく、冬が来て、雪の降る日々となった。そして、師走の5日のことである。今日は、お祝い日でございますから、お早くお帰り遊ばせ。お支度をして、お待ち申しております。出がけに妹からそう言われて、登録は、ああ、もう極月の5日か、と思い、暮れる前に戻るから、と言って城へ登った。朝は晴れていた空が、昼過ぎる頃からまた雪が降り出し、それに風が加わって吹雪になった。御用をしまったのは定めの4時で、もう辺りは黄昏かかっていた。風は止んだが、この辺りには珍しく、かかとをうずめるほど積もってなお降りしきっているし、骨まで凍えるかと思えるほど冷える夕べだった。足軽長屋の我が住まいへ帰ってみると、もうほの暗いのに灯しがついていない。入ってみると、渚は留守だった。隣へ声をかけると、女房が顔を出して、
まだお帰りになりませんか。もう半時も前でしたか、買い物にと言ってお出かけでしたがね。と、いぶかしそうにしている。それでは、おっつけ帰るであろうと、灯しを入れたり、日よけのうつみ火をかき起こしたりしていた。しかし、そのうちにとっぷりと暮れてしまったのに、やはり渚は戻ってこない。登録はにわかに不安になってきた。そして門口へ出たところへ、同じ長屋の奥にいる足軽の老人が来かかって、よく降りますなぁと声をかけ、行き過ぎようとしてふと立ち止まった。時にお妹さんは帰っておいでかな。いや、まだ戻らぬので案じているのですが。お帰りがない。老人はふむと首をかしげた。それではやっぱりそうかもしれぬ。ご老人、何かご存知ですか。いや、しかとは言い切れぬが、一時ほど前、ご老職の菅谷様へ使いに参った時、お浜館の前で会ったのが確かお妹さんだったように思えるのでな。お浜館。登録はぎょっとした。してその時妹はどうしておりましたか。親方の中から2名ほど人が出てきて、通りかかる渚殿に何やら申しかけ、手を取って御門の中に引き入れるのを見た。お妹さんではないかもしれぬが、もしやすると。それは良いことをお知らせくだすった。ともかく見に参ってみましょう。登録には忠明の霊障する顔が見えるようだった。俺はわがまま者だ。思ったことは必ずやり通してみせる。そういった小姉までがまざまざと耳によみがえってきた。これは尋常なことではいかんぞ。彼は即座に心を決めた。日よけの火をうずめ、身支度を直し、久しく嘆しにかけたままの愛想を取り下ろすと、灯火を消して住まいを出た。今日まで共に艱難辛苦をしてきた妹を。槍を持って出たのは、無論忠明に手向かうためではない。妹を刺し、己が自裁する用意であった。美濃をまとい、傘をかしげて、湖畔の道を浜館まで小走りに行った。門は八文字に開かれている。人は見えない。玄関へかかろうとしたが、用心して横手からお庭へ回った。諏訪の湖を岸に取り入れて、仙石の結構美しい庭である。雪に埋もれた築山を回って御殿の方へ行くと、泉戸の風になっている離れの建物に赤々と色が輝き、主演でも催していると見え、笑いさざめく人声が賑やかに聞こえてきた。ここだ。登録は槍の鞘を払い、静かにそちらへ近寄った。そして、広縁へ飛び上がりざま、障子を二枚、さっと左右へ押し開いた。第七章。障子の内は20畳敷ほどの広間だった。高校と食台を連ね、14、15人の自身自助に取り巻かれて、忠明は今大敗を挙げているところだ。そのすぐ傍らに妹の渚がいるのを素早く認めた登録は、妹を頂戴に参った。ごめん。そう叫んで踏み込もうとする。突然のことで自身たちが総立ちになるのを忠明は手で制し、待ちかねたぞ、登録。とよく通る声で叫んだ。もう来る頃と痺れも切らしていた。よく来たな。その方に会いたいと申す者がおる。まあ、下にいろ。会いたいというのは、俺だよ。
そう言いながら渚の横からすっと立ったものがあった。まさか忘れはすまい、横井鉄之助だ。登録はあーっと言った。立ち上がったのはまさしく横井鉄之助である。夢ではないか。あまりに思いがけなかったので、登録はすぐには声が出なかった。ずいぶん探したぞ。鉄之助は鋭い目でひたとこちらを睨みながら言った。巡り会えたのは武神の加護だろう。貴公には借りがある。それを返そうと思ってな。念の言ったことだ。登録は初めて口を開いた。望みなら返してもらおう。いつどこで。暴れ者の忠明様もご所望だ。お庭先を貸すとおっしゃる。どなたか拙者の槍をお持ちください。出よう右田。心得たと言って登録は先に庭へ飛び降りた。自身の一人が走って行って槍を取ってきた。鉄之助は忠明に会釈して静かに広縁の方へ進み出た。その時登録は再びハッと胸を打たれた。鉄之助は左足を引きずっている。あの時俺のついた傷だ。すぐにそう気づいた。知らなかった。食材を縁へ出せ。忠明が次女たちに命じ、自分もしとねを足近くへ進めた。登録、隠していた手だれの槍、今宵はしかと見届けるぞ。皮肉な笑みを浮かべてそういう忠明の顔と、その傍らに深く表を垂れている妹の姿を見たとき、登録は弱りかかった闘志の燃え上がるのを感じた。よしと思った。鉄之助が下へ降りてきた。白雪を敷いた庭の上へなおひひと降る粉雪の中に、いざと二人は左右へ分かれた。互いに中段につけて呼吸五つばかり。登録は相手の槍の穂先から電光が飛ぶように思った。上がった、素晴らしく上がった。あの時から見ると数段上を使う。苦しんだな。そう思った途端、鉄之助は不自由な左足をずと寄せ、石突きを下げると見るや、へいっと絶叫しながら突きを入れてきた。二人の足元から雪煙が上がり、カチッと槍が相打った。降る雪と側下から舞い上がる雪とで一瞬二人の姿は見えなくなり、ついで参った、これまでだ右田という声とともに鉄之助がどっと横倒しになった。貴様と肩で息をつきながら鉄之助は勘に耐えたという声で言った。貴様、強いな、右田は。老老しても腕は鈍るまいと思ったが、あの頃よりはまた一段じゃないか。口惜しいが、俺はまだ及ばない。残念だ。立て。登録は静かに答えた。勝負はこれからだ。もう一度立て。その必要はない。忠明が座敷からそう呼びかけた。横井はその方に大切な知らせを持ってきている。勝負は余の所望だ。もうよいから上がって座れ。改めて一算取らすぞ。登録はちょっと下せなかった。しかし渚が出てきたし、鉄之助も笑いながらいかにも司祭ありげに促すので、ともかくもすすぎをし、衣類の雪を払って座敷の下へにじり進んだ。忠明は面白そうに
登録の前へ趣向を据えさせ、渚に向かって、兄の給仕をしてやれ、と命じた。鉄之助はそこで形を正して、一別以来の挨拶を述べ、夏に故郷を出てから、この高島へ来るまでのあらましを語った。高島城下へ入ったのは三日前のことで、槍を担ぎ、雪泥の道をいざりの足で歩き悩んでいる格好を忠明が認め、例の気性で己の館へ呼び上げた上、右田登録というものを尋ね回っている事情まで聞き出すほど親しくなった。その話は忠明にすぐ新山足軽を思い出させ、渚を見かけたことから今宵のいたずらを仕組んだのだという。そこまで話して、さて、と鉄之助は膝を直した。底本を訪ねてきたわけを言おう。実は、藩家からお召し返しの上位が下がったのだ。お召し返し？登録は目を見張った。俺の父が老衰のゆえをもって師範を引退することになり、底本を後任として推挙した。老職の中にも底本の人物やり筋を認めている方が多いので、とりあえず、槍術師範助役としてお召し返しと決まったのだ。右田、いよいよ底本の槍が世に出たぞ。待ってくれ。登録は静かに表を上げた。ご師範のご講師も、ご家中南名の肝心なお扱いも、肝に銘じてかたじけない。千番ありがたく存ずるが、俺は、三春へは帰らぬつもりだ。何？帰らぬ？それはまたどうしてだ？俺は、自分を恥じる気持ちでいっぱいだ。俺には、お召し返しをお受けする資格はない。登録は苦衷を訴えるように言った。あの時、底本と争いになった原因は、俺の見苦しい傲慢からだった。なまじ少しばかり槍が使えるようになると、当然、己が士分になってもいいように思い上がり、足軽という身分に不満を感じ出した。バカな。彼は自分を叱咤するように、うめいた。ご奉公というものは身分によって違うものではない。士分には士分の奉公があり、足軽には足軽の奉公がある。その本分を忘れてわずかな腕に目がくらみ、俺が面をしてのし回ったかと思うと、俺は骨を砕かれるほど恥ずかしく情けない。男が腹の底をさらけ出しての告白である。鉄之助も心を打たれた。渚には、はぁ、と思い当たる多くの回想があった。そして忠明までが、杯を手に、呆然と耳を傾けていた。三春を退獄してから、俺はいかにもして槍一筋の武士になろうと誓った。その流浪中のことだったが、天竜川に沿ったある貧しい旅籠宿で、雨売りをする老人の述懐を聞き、初めて夢から覚めたように思った。足軽は足軽として一筋に勤める。そこに奉公の道がある。そこに全てがあるのだ。俺は生まれ変わったつもりで御当家へ、足軽として仕えた。俺の生涯はここから始まるのだ。よこい、この気持ちが分かってもらえるか。鉄之助は深く頭を垂れて、そうか、とうなずいた。そして何か言おうとして目を上げたとき、忠明がそれを抑えるように言った。今の言葉は、良い土産になるぞ、よこい。その言葉と、
渚を土産にその方は三春へ帰れ。なんと仰せられます。とぼけるな。渚のことは昨夜の物語に漏らしていたぞ。三木田は高島へもらう。これほどの物の符を手に入れて今さら話す馬鹿はおるまい。三木田は高島でもらう。その方は渚も連れて帰れ。それで登録にも不足はあるまいが。お待ちください。鉄之助が驚いて、親方様がそのように仰せられましては。なあに、登録が自分でそう申したではないか。と忠明は笑った。余が望んだ渚をその方が連れて参る。その方の望む登録を余がもらう。これで五分と五分だ。帰ったら三春公に申し上げてくれ。高島藩では天下一の槍術家を足軽に抱えておるとな。酒が冷えた。変えてまいれ。という忠明の声は、しめやかになった御殿のうちに、明かりのついたような活気を与えた。外はまだ、しきりに降る雪である。山本周五郎作、足軽暴行。全文読み切り。書室講談雑誌昭和20年1月号より。ご視聴ありがとうございます。